女優の川口春奈とスノーマンの目黒蓮が共演するフジテレビ系木曜劇場、サイレント、毎週木曜夜10時、のプロデューサー、村瀬健志が、21日放送の同局系、ラブミュージック、毎週日曜夜0時30分に出演。ドラマ内に流れる音楽演出へのこだわりを語った。オリジナル作品となる本作は、川口演じる主人公の青葉つむぎがかつて本気で愛した恋人である目黒演じる桜草と、音のない世界で出会い直す、という、切なくも温かいラブストーリー。バル、川口と目黒のほか、鈴鹿博士、桜田ひより、板垣律と、スカホ、風間俊介、篠原涼子らが出演する。本作には、4人組ピアノポップバンド、オフィシャルヒゲダンディズムが務める主題歌、サブタイトル、のほか、つむぎとそうの共通の趣味としてスピッツの楽曲が登場する。村瀬氏は、本作の脚本を務めた生方美久氏がもともとスピッツのファンで、二人の間で共通の話題になっていたと説明。そして本作について話しているうちに、つむぎとそうにも共通の趣味が設定としてあると良いというアイデアが生まれたという。バル、かつ、二人のイメージにぴったりだったことから、スピッツの楽曲を使用することになったといきさつを明かした。しかし、作品内にはスピッツの名曲が次々と流れる一方、オフィシャルヒゲダンディズムの楽曲が流れるのはエンディングの主題歌のみ。その理由について村瀬氏は、ヒゲ男、オフィシャルヒゲダンディズムは外の音楽、イコール主題歌、だから、サワレコのシーンにも映さない、と、つむぎが働く CD ショップ、タワーレコードに、本来であれば特設コーナーとして設置されているオフィシャルヒゲダンディズムの作品が映像に映らないよう、撮影の度にどかしていると告白。また他のアーティストの作品についても、同作の時代設定に合わせ、デビュー年を逐一確認した上で現場に設置するかどうか決めていると、強いこだわりを語った。